おーい、旅人、パイモン。あれ、この声って。ここだよ。流行りの言葉で言うと運命の再会ってところかな。君たちに会えるなんて思ってなかったから、今日会ったことの中で一番嬉しいよ。こっちこそ驚いたぜ。どうしてポアゾン町に来たんだ。あ、もしかして何かマジックショーでもあるのか。実は家でちょっとしたトラブルがあってね。お父様は僕たちをポアソン町に移したんだ。リネットとフレミネも来てるのか。ああ、ハウスオブハースの大半がこっちに移ってきたよ。君も気づいたでしょ、ポアソン町に人が増えたってことにさ。ポアソン町にこんなにたくさん越してくるなんて、ちょっとしたトラブルには見えないぞ。一体何があったんだ。それは興味があるようであれば私が答えよう。うわぁ、びっくりした。お父様、いらっしゃったんですね。あの、オイラたちハウスオブハースに探りを入れようとしたわけじゃないんだ。あ、ただ緊張することはない。君たちの言葉からは真摯な気持ちが伝わってきている。それに君たちが心中に疑念を抱いていることも知っている。多くのファデューが町に移ってきたからには何か企んでいるのではないかと疑われても無理はないだろう。気持ちはわかる。何せ君たちは今までファデューと何度も剣を交えてきたのだからね。これからも互いの関係がずっとうまくいくという保証はない。だが少なくとも今はやり合う理由がない。そうだろう。君たちは固く手を握り合ったこともある友人だ。ハウス・オブ・ハースは誠意を見せたいと思っているよ。それにこの一件については特に言えない秘密もない。単刀直入に言おう。全てはハウス・オブ・ハースにまつわるとある噂から始まった。私たちの内部事情に関するね。どんな噂なんだ。ハウス・オブ・ハースに存在しない子供が一人いる。存在しない子供ってなんか怖いぞ。とっくにこの世を去っているはずの亡霊がハウス・オブ・ハースの影をさまよっている。だから子供たちをポア村長に移し詳しく調べようと思ったんだ。じきに見つかるだろうからその時はうまく処分すればいい。面倒なことにはならないはずだ。もしもまだ気になることや心配事があるのならしばらくここに滞在して探ってくれても構わない。家に客人が来れば子供たちもきっと喜ぶだろう。リネ、客人のもてなしは任せた。私はまだやることがあるから先に失礼する。はい、お父様。僕も君たちをハウス・オブ・ハースに招待したいと思ってたんだ。兄弟姉妹を君たちに会わせてあげたくてさ。君たちの名前はハウス・オブ・ハースでも有名でね。特に予言の危機が解決してからはみんな君たちの話ばっかりしてるんだ。もしよかったらおしゃべりしていかないかい。おう、いいぜ。特に用事もないしな。でも先に言っとくけど、オイラたちはただの客で。え、待てよ、客ってことは美味しいものをいっぱい食べられるってことだよな。もちろんさ。今はポア村長の一角を借りて住んでるからここの人を手伝って漁に出てるんだけど毎日大漁なんだよ。今日は僕が直々に料理してあげよう。さ、
まずは仮住まいまで案内するよ。やっはっ風よ。この部屋は地元の人から借りたんだけど、臨時の拠点として使ってるんだ。後で片付けておくから、君たちはここに泊まっていいよ。ありがとな。これからどこへ行くんだ？さっき君たちと会った時、僕は物資を配ってたんだ。ポワソン町に滞在してる子はかなり多いから、時々日用品を外から仕入れないといけなくてね。あんまり待たせられないから、残りのものを届けてくれよ。なるほどな。じゃあオイラたちもついていくぜ。お前たちに関する噂はいっぱい聞くけど、どれが本当でどれが嘘かわからないんだ。普段の様子を見られるせっかくのチャンスだし、きっちり観察しておかないとな。もちろんいいよ、ついてきて。リネ、やっと来てくれたんだな。今日の物資は全部ここだよ。確認して。もしもし、どうしたの？ぼーっとしちゃって。旅人とパイモン、本当だ。みんな来て、旅人様とパイモンお姉様が遊びに来てくれたわ。ちょっと待ってよ、一気に囲まれたらお客さんがびっくりしちゃうでしょ。オイラたちは大丈夫だぞ。でもオイラたちってそんなに有名なのか？もちろんだ。お父様もリネ兄ちゃんもよくお前たちのことを話してるぞ。君たちはリネを助けてくれた信頼できる友人なんだってお父様がおっしゃってた。今までお父様から聞いた中で最高の評価さ。それでみんな一体何者なんだってずっと議論してたんだ。旅人の姉ちゃんは力が強くて大きな山も動かせるんだって。パイモンお姉様は胃袋が大きくて、ホテルドゥボールの食料を3日で平らげてしまうんですってね。ちょっと待った、なんでオイラの噂は全然かっこよくないんだよ。そうだ、お客さんが来るときはいいものを出してもてなさないとなんだろう。別にいいぞ、オイラたちも手土産とか持ってきてないしな。遠慮しないで、私が新しく調合した薬はいかがかしら。毒薬も傷薬もあるのよ。え、それかシャプロお兄ちゃんに潜入作戦のコツを教えてもらったらどうだ。シャプロお兄ちゃんはすごいんだぞ。なんてったって一回も失敗したことがないんだからな。ああ、いいアイディアだな。君たちは正面突破に慣れてるだろうけど、スキルを身につけといて損はないだろうし、こっそり敵を仕留めることに関しては多少心得があるんだ。毒にやられてからは前ほど機敏に動けなくなったけど、そばで指導するくらいなら問題ないぞ。ちょっと待て、なんで急に薬とか戦いの話になっちゃうんだよ。これが俺たちが出せる一番いいものだから。気に入らなかったか？じゃあこうしよう、嫌いな奴の名前を教えてくれ。俺が懲らしめてきてやるよ。フォルツ、アイロワール、そこまでだ。お客さんをもてなすときに一番大事なのは気持ちなんだよ。二人の情熱はもう十分届いてる。具体的な何かがなくたってお客さんは喜んでくれるものなんだ。これ以上しつこくしたらむしろ嫌われちゃうよ。そうなの？それならよかった。せっかく来てくれたお客さんなんだ。何か必要なことがあったらいつでも俺たちに言ってくれよ。毒薬が必要だったら私に言って。お薬の配合はとっても得意なのよ。それじゃあまたね。そろそろ物資の配布に戻るよ。ああ、行ってらっしゃい。
と、リネ、あいつらのさっきの話って…びっくりしただろ。これもこの家の一部分さ。フォルツは家族に捨てられた子だ。彼は幼い頃、好奇心に駆られて家にいるすべてのペットの首を折った。それで危険な悪い種だと思われたんだ。アイロワールは薬に異常な執着を持ってる。調合した薬を自分で飲むことはお父様に禁じられてるんだけど、それでもよく飲もうとしてるからずっと見張ってる。シャプローは僕と同年代で、僕は情報収集担当だけど、彼は監視を担当してる。彼は自分の仕事が大好きでね。すごく厄介な仕事も積極的に引き受けてくれるんだ。ついていけない会話なのはわかるけど、みんな別に悪気はないんだ。ただ、自分たちが思う一番いいものを君たちにあげたいだけだったんだよ。フィリオール、物資を届けに来たよ。お疲れ様。そちらは？よその人？紹介するよ。旅人とパイモンだ。へえ、聞いたことあるな。最近有名になったコンビだろ。こんにちは。あんたらはずっと外を旅して、いろんな場所に行ってるって聞いたぜ。本当なのか？その通りだぞ。オイラたち、テイワット中を旅して回るんだ。いいな。なら、フォンテーヌにも詳しいのか？この前上映された歌劇、4000人の盗賊っつったかな。あれは見たか？それを初めて聞いたぜ。ポスターを見ただけなんだけどさ、なんか良さそうな歌劇だったぜ。時間があったら見に行ってみてくれよ。盲目の女性もぜひ見てみて。観客参加型の歌劇みたいで、とても面白そうよ。今回の任務が終わったらネイルをしてみたいの。爪を別の色に染めるのよ。じゃあ俺も髪を染めてみようかな。いくらかかるかは知らないけど。な、気のせいか？こいつらさっきの奴らより付き合いやすそうな感じがするぞ。ハウスオブハースにも普通の奴がいるみたいだな。聞こえてるわよ。うわぁ、ごめん。フォルツたちのことだろ。別に全員があいつら見たいってわけじゃないさ。あのイカれた奴ら、きっと今頃興奮してるんでしょうね。早くスネージナヤに戻ってあの計画を実行したいって。フィリオール、そこまでだ。はいはい、家族の陰口はやめろ、でしょ。つまらないわ。行きましょう。またな。機会があったら一緒に歌劇を見に行こうぜ。とにかく物資も配り終わったことだし、僕たちも帰ろう。あいつら、なんかトラブってるのか？それもそうか。オイラたち、今はお客さんなわけだしな。あ、リネが行っちゃったぞ。早く追いかけようぜ。どうだい？ハウスオブハースのメンバーに会ってみて、ご感想は？自分なりの判断ができるようになれってお父様が常々言ってるからね。家ではいろんな声が聞こえるんだ。僕は食べ物を用意してくる。君たちも来るかい？うん。それじゃあ行こうか。お、フルミネ？そこで何してるんだ？その、僕。フルミネ、また会ったな。こんにちは。あなたたちがうちに来てるってことは聞いてた。歓迎するよ。ちょうどご飯を作ろうと思ってたところだから、フレミネも手伝ってくれないか？旅人とパイモンに海鮮スープを作ってあげたいって言ってたろ。海鮮スープ、おいらよだれが出ちゃいそうだぜ。フレミネ、さっき何か探してたんじゃないのかい？一緒に探そうか？大丈夫。ただ余った物資がないか聞きたかっただけ。
そうだったのか。まだちょっと残ってるけど、何が欲しい？食料と水。できれば布も。わかった。ちょっと待ってて。食料と水。待てよ。一体何に使うんだい？最近は外出する任務もないでしょ。食事も僕たちと一緒にとってるよね。夜になるとお腹が空くんだ。だからもう一セット欲しくって。多分、成長期なのかも。フレミネ。僕の言ったことを覚えてるかい？君は僕と違って、まだ嘘に慣れてない。一体何があったんだ？僕にも内緒にしなきゃいけないようなことなのか？オイラたち、ちょっと席を外した方がいいか？フレミネのそんな表情を見るのは初めてだよ。お父様と何か関係があるんだね。うん。ついてきて。おかえり。あれ？今日は人が多いのね。新しいお友達？こんにちは。僕はリネ。ハウスオブハースで育った。君は？こんにちは。私もあなたと同じハウスオブハースの子供よ。クリーブって呼んで。クリーブ？会えて嬉しいわ。リネ、こいつの名前を聞いたことがあるのか？ないよ。でもハウスオブハースの名簿にそんな名前が載ってないってことは確かだ。いつの間に潜り込んだのかはわからないけどね。多分この子がお父様の探してた存在しない子供なんだと思う。フレミネが見つけてきたのかい？お父様には言わなかったんだね。僕がこの子をここにかくまってるんだ。でもまだ誰にも言ってない。いつからだい？だいたい半月前から。それって僕たちがポア村長に来たばかりの頃だよね。フレミネ、自分が何をしてたか分かってるのかい？分かってるよ。お父様が探してる人をかばってるんだよ。もしこの件がお父様にバレたら、関係した者の全てが罰を受けることになる。これはハウスオブハースのルールだ。お父様はどんな形だろうと裏切りを一切許さない。知ってるだろ。どうしてこんなことをした？このままこの子を渡すわけにはいかないって思ったんだ。リネ、去年シャプローが危うく死ぬところだったのを覚えてる？任務中に毒にやられて、帰ってる最中に毒が効いてきちゃったんだ。その時、彼のそばには誰もいなかった。でもあの夜、誰かが僕を起こして、シャプローを助けてほしいって言ったんだ。起き上がって探しても声の出どころは分からなくて、半信半疑のままシャプロを探しに行って、それで彼を助けられた。こういう幽霊騒ぎはハウスオブハースで何度も起きた。リネだって覚えているはずだよ。つまりあれは全部彼女の仕業だと。彼女が僕たちの家族を助けたって？ハウスオブハースをさまよう亡霊が他にいないなら、そうとしか考えられないんだ。もしクリーブが敵なら、亡霊だろうと子供だろうと、僕は迷わずに手を出すよ。だって、お父様の命令だから。でも、この子は僕たちと一緒に暮らしていて、ずっとこっそり僕たちを助けてくれていたんだ。だから、家族とみなすべきだと思う。何もわからないまま捕まえて処分するなんて、僕にはできないよ。じゃあこれからどうするかについては考えてるのか？ずっとここに隠れていられるわけがない。いつかはバレてしまうんだよ。それはまだ決めてない。お父様の命令に逆らうつもりはないけど、クリーブを危険な目に遭わせるわけにもいかない。ちょっと来てくれ。二人で話したい。
人とも仲がいいのね。そうか？今にも喧嘩しそうな雰囲気だと思うけど。うんうん、二人はとっても仲がいいはずよ。私にもそういう親友がいるから一目でわかるわ。でも友情は果たしていつまで続くかしらね。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。ごめんね、リネ。誰も巻き込みたくなかったんだけど。いいタイミングだね。今はその言葉が一番聞きたくなかったよ。どういうこと？小さい頃君は僕のことをリネじゃなくてお兄ちゃんって呼んでた。リネットと同じようにね。僕たちはみんな孤児でお父様に引き取られて一緒に育った。多くの兄弟姉妹の中でも僕たち三人は一番仲がいい。でもだんだん君は僕を名前で呼ぶようになった。理由はわかってる。僕とリネットは血がつながっていて、ハウスオブハースに入る前から助け合って生きてきた。対して僕たちは、リネ、僕は、お互いにとって一番ひどかった時期はまだ互いの顔も知らなかった。それでもフレミネ、僕たちはずっと肩を並べて歩んできたんだ。君もリネットも僕の一番大切な人だ。代わりなんているはずがない。だからこんなことに一人で対処させるわけにはいかない。絶対にね。まずいぞ、あいつら頭に血が上ってるみたいだ。やっぱり様子を見に行ってみようぜ。リネ、フレミネ、喧嘩してないよな？フレミネ、泣いたのか？平気、心配してくれてありがとう。一緒にいろいろやってきたし、オイラたちもう友達だろ。何か手伝えることはないか？家のことでちょっとトラブルがあっただけだよ。僕がいるんだからお客さんたちは安心して帰ってくれ。え、何かいい考えがあるのか？普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。そう言いたいんだろ。ありがとう。君たちには関わってほしくなかったんだけど、今は断る言葉が見つからないな。これからもし二人が何か危険な目にあったら、僕も命がけで君たちを助けるよ。うん、僕も。話を戻そう。クリーブをお父様に渡すつもりがないのなら、唯一の解決方法はお父様が彼女を見つける前にその秘密を明らかにすることだ。彼女がどこから来たのか、ハウスオブハースで何をしようとしてるのか突き止める。そして彼女を静かに送り出す。姿を現した事実なんてなかったかのようにね。その方法はすでに試したよ。失敗したのかい？うん、遠くまで連れて行こうとしたんだけど、しばらくするとまた家に現れたんだ。今回僕たちがポワソン町に移ってきた時、あの子もついてきた。家がどこにあってもついてくるみたい。亡霊についてはあまり詳しくないんだけど、何かいい方法はないかい？あ、そうだ。幽霊って生前の願いを叶えてあげたら執念が消えて地脈に戻っていくらしいぞ。どこで聞いたかは忘れたけど、効果ないかな？いい案だね。後で彼女の願いを聞いてみよう。でもその前に一つ約束してくれ、フレミネ。約束？ああ、約束だ。これは僕たち二人でやることだ。僕たちが首謀者であって
それ以外の人は誰も巻き込んだりはしない。いいかい？うん、約束するよ。小さい頃みたいに拳をぶつけて約束しよう。3、2、1。約束。本当にびっくりしたよ。リネとどうしてここに？それからいつからいた？お兄ちゃんのバカ。フレミネのバカ。旅人のバカ、パイモンのバカ、オイラたちまでかよ。ハウスオブハウスですでにクリーブに会ってた。ついてきてないと思ってたけど、あなたたちが隠してたのね。作戦プランはもう聞いちゃった。置いてけぼりにされるのはもう嫌。私も一緒に行動したい。ダメなら、ここの状況をお父様に報告する。そういうことだから。はぁ、交渉の余地はないみたいだね。それじゃ、みんなで立ち向かおう。まずはクリーブの状況を聞いてから、次の計画を決めるよ。さあ、早速行こう。ごちそうさま。ご飯を持ってきてくれてありがとう。ごちそうさまって言ったけど、テーブルの上はそのままだよな。うん、僕が見てきた限り、クリーブは現実のものには触れられないみたい。でも食べ物の前で動きを止めることがある。彼女からすれば本当に食べているのかもしれないね。自分が死んだことには気づいてるの？聞いてみたけど答えてくれなかった。クリーブ自身にもよくわからないのかも。それか質問の意味を理解できないのかも。クリーブ、今いいかい？いくつか聞きたいことがあるんだけど。いいよ。あれ、また新しいお友達？こんにちは、私はクリーブよ。こんにちは。クリーブ、君はどうやってハウスオブハースに入ったんだ？どうしてそんなことを聞くの？みんな同じでしょ？召使い様に送られてきて、ここに残るしかなかった。でもハウスオブハースの名簿に君の名前はない。それに、僕も君に会ったことがない。名簿？なるほど。ここのことをよく知らないのね。ここを支配してる人は、見た目ほど善人じゃないのよ。名簿も完全なものじゃない。多くの人は初めからそこに乗ってないわ。なぜならその人たちは家族じゃなくてただの実験体だから。仲間の名簿に名前はないけど、処刑名簿にならあったかもね。本当なのか、召使いが。誰かそれを証言してくれる人はいるかい？あの子は私の一番の親友で、唯一信用できる人よ。その名前聞いたことはある？ない。僕も。クリーブもその人も名簿には載ってないんだろう。でもクリーブが嘘をついてるとは思えない。この年にして魔術師の目を騙せるってことじゃなければね。話題を変えようか。クリーブ、君の願いは？願い？うん。何でもいいから想像してみて。もし今日が君の誕生日だったら、ろうそくを吹き消すときに、
何を願う？外へ行きたい。私、日差しの下で暮らしたい。なんだ、それだけか？簡単そうじゃないか。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。これ以上は考えても結論は出ないみたいだね。僕の計画を聞いてくれ。これから僕はマジックで最もよく使う目くらましの方法を使って彼女を外、日差しの当たる場所に連れて行く。リネット、処刑名簿をもらってきてくれ。そこにクリーブの名前が載ってないか確認してほしい。フレミニはポアソン町に残ってくれ。こんなに時間が経ってる以上、クリーブは僕たち以外の誰かとも接触していたはずだ。彼女が何を話して何をしてたのか、情報を集めてきてほしい。わかった。頑張るよ。オイラたちは何をすればいいんだ？気にかけてくれてありがとう。でもこれは、ハウスオブハースの内部事情だから。あんまり深く関わってほしくないんだ。君たちに余計なリスクを負わせたくない。そうだね。お父様は君たちを客人と言ってた。だから、お父様のそばにいてもらえないかな。特に何もしなくていい。普通におしゃべりしててくれるだけでいいんだ。わかった。オイラたちがその注意を引くってことだな。マジックバードをあげるから、もしお父様に何か気づかれたら、こっそり飛ばして。こっちに警告が届くから、念のため言っておくけど、あくまでこれは緊急用だ。お父様が感づく様子がなければ、連絡は取らないでおこう。夜になったらまたここに集合だ。最悪の場合、もしお父様にバレたら、洗いざらい白状してくれ。お客さんにまで罰を受けさせるわけにはいかないからね。これが僕たちの方針だ。君たちもね。さあ、ここで別れよう。お父様は近くの砂浜にいるはずだ。全てが順調にいきますように。いや、絶対うまくやらないとね。これはトラブルを解決する唯一の方法だ。召使いとタルタリア？お前、スネージナヤに戻って休養してるんじゃなかったのかよ。どうしてまだフォンテーヌにいるんだ？おっと、君たちか。まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。それで無理やり起き上がって一人で帰ってきたのさ。え、やり残したことってなんだ？スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているはずだからね。なるほどな。それで手がかりは見つかったか？ハウス・オブ・ハースはあらゆる方面の事情に通じているが、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もう
だいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね、全身が痛くなったけど、回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。幻冬計画。そうだ、それから不死者のことも。帰ってあいつの長話なんて聞きたくないよ。なんとかしてもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私も直にここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人。それでハウス・オブ・ハースのお客人たち、私に何か用か。そうだぞ、リネたちのことはよく知ってるけど、お前のことはまだよく知らないからな。そうかな。ちゃんと自己紹介した記憶があるが。あんな軽い自己紹介に何の意味があるって言うんだ。なんでお父様を自称してるのかくらい教えてくれよ。おっと、いい質問だね。俺も知りたいな。君たちが知らないということは、こちらの情報工作がうまくいっているという証拠だね。このまま続けておくべきのようだ。さすが外交官、こっちの攻勢をいとも簡単にかわすとはね。他に用がなければ私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければならない厄介事が家にあるのでね。ちょっと待ってくれ。ほう、その質問は俺も少し気になるな。ハウス・オブ・ハースの子供たちと接触したことがあるけど、みんないい子だね。彼らを見てるとトーニャとテウセルのことを思い出すよ。もし君が彼らを裏切ったら、必ず君のところに戦いに来るよ。どうして私が彼らを裏切らねばならないんだ。ハウス・オブ・ハースを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当かどうかはわからないけどね。まあいいか、白状するよ。じいさん、つまりオンドリが教えてくれたんだ。お前子供たちに何か悪いことをしたのか。私のしたことよりも偉大なるオンドリ殿が私をどう評価してくれているのか聞きたいね。そうだな、仲間を数多く始末して挙句の果てに家族にまで手を出したとかか。ほう、その様子じゃあれは嘘なんだね。いや、表現はあまり気に入らないが、ほぼ事実だと言えるだろう。厳密に言うとそれはある種の偏見なのだが、今弁明するつもりはない。偏見は真実を隠してくれる。これは私にとっては好都合だ。私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、実際はただフォンテーヌで育ったというだけだ。え？お前フォンテーヌ人じゃなかったのか？じゃあどうしてフォンテーヌを危機から助けたんだ？フォンテーヌで何かをするならこの身分の方が役に立つからだ。下心があるんじゃないかと疑われることもない。誰もが故郷を救いたいと思うだろう。ただし私が本当に守りたかったのは
フォンテーヌ出身のあの子たちだ。原始大会は私には何の影響もないが、ハウス・オブ・ハースには損害をもたらすだろう。この情報で君たちの好奇心が満たされるといいんだがね。子供たちのためにフォンテーヌに残ったのなら裏切ることもないだろう。俺がうがちすぎだったな。悪かった。言っただろ、それはむしろ好都合なのだと。それはそうと、ハウス・オブ・ハースで療養してる間にすごく興味をそそられる話を聞いたんだ。ハウス・オブ・ハースでは家族間でトラブルが起きたら喧嘩して負けた方が譲るそうじゃないか。それって正々堂々と手合わせができるってことかい？それはここ数年の話だね。もっと昔ならそんなにいい話ではなかった。負けた方が全てを失うんだ、自分の命もね。危なすぎだろ。変わってよかったぜ。今の雰囲気は気に入ってるよ。それどころかちょっぴり羨ましいくらいだ。君にはこんなにたくさん家族がいて一緒に暮らせるんだからね。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。トーニャやテウセルが反抗期に入ったらその気持ちがわかるだろう。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにはまり、トーニャが自分の髪を42色に染める。ストップ。完全に理解したよ。あっという間にもうこんな時間だ。そろそろ行かないと。旅人パイモン、次はどこで会えるかわからないけど、機会があったらまた勝負しよう。だからまずは怪我を治せって。それと今回はありがとうな、アルレッキーノ。礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは君のおかげでもあるのだから、お互い貸し借りなしだ。それも悪くないか。それじゃまた。オイラたちも行こうぜ。お前も一緒に帰るか？なんだ、早く帰ってほしいのか？え、それは。夜風が気持ちいいんだ。ここに残ってちょっと考え事をすることにする。大したお構いができず申し訳なかったね。良い夜を。リネ、どうだった？何か進捗はあったか？話すと長くなるんだけど、こっちはちょっとトラブルがあってね。クリーブは日差しの当たるところには行けないみたいなんだ。僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと彼女は影の隅っこに立ったまま静かに僕を見つめてた。あいつ日差しが苦手なのか？いや、でも、もしそうだったら、日差しの下で暮らしたい、なんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。
はい。ラポイヤード、ランドワード、ジャンベル、オレール。うわ、このオレールってやつ、顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるの？って聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論見は成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来、二度と会ってない。つまり、あいつは召使いに。残酷だけど、それが家のルールだ。ハウスオブハースでは、誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ、命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何か分かったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間、家で大きな論争があって、例えば、シャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会った奴らか？確かにあいつらって、雰囲気も話題も全然違ったよな。簡単なことさ。お父様は僕たちをハウスオブハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウスオブハースに入った僕たちは、自動的にファデュイとしてラベリングされるけど、多くの人にとって、それは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ、一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウスオブハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとって、そういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろん、お父様も知ってるはずだよ。でも、その、なんだか状況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちは、こっそり集まって、何かを話してるみたいだ。あくまで僕の推測だけど、彼らは、クリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、もしかしたら、クリーブはみんなに、誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でも、いい口実ができた。やっぱり根本的な原因は、幻冬計画なのか。ちょっと、ゆっくり話してくれよ。召使いも幻冬計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん。僕も詳細は知らないんだ。ファティスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけ、お父様から聞いた。神の心を無事手に入れたおかげで、ハウスオブハースは認められて、
厳冬計画でとても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは危険に等しい。僕たちにとってはかなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。ファデュイの内部がそんなに複雑な状況だとは思わなかったぜ。でも、それがお前の家で起こってるトラブルと何の関係があるんだ？外部からの刺激は内部の対立を激化させる。死の恐怖に心が押しつぶされると、一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば、全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いから、ひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったら、すぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように、見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。召使いがリネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、うん、絶対にオイラのことを守ってくれよ。お前もそう思うのか？じゃあその時は一緒に逃げようぜ。リネたちを連れてできるだけ早くさ。おい、あっちを見ろ。誰かに見つかったらまずいぞ。急いで追いかけよう。クリーブ！しー、誰も見ていないうちに窓を開けたの。ほら見て、外の景色が綺麗でしょ。残念だけど、それが私にできる限界なの。あなたたちから見て、私のしたことってバカバカしいでしょ。希望の見えない抵抗を続けるよりも、美しい夢の中で生きる方が楽だもの。クリーブ、一体何を知ってるんだ？ちゃんと説明してくれよ。いいわ。聞いたら後悔するかもしれないけどね。私を含めて、この家にいる人はみんな、ただの道具や消耗品に過ぎないの。利用価値のあるものは生かされ、価値のないものは博士の実験体にされる。死んだ方がマシという人をどれだけ見てきたか、もううんざりよ。それって全部、召使いがやったことなのか？そんなことないだろ。確かに怖く見えるけど、そこまで悪いやつとは思えないぞ。うん、信じてもらえないって分かってたわ。みんな彼女をいい人だと思ってた。彼女こそが本当のお母様だって。お母様？
でも彼女はその呼び名を汚した。できることならもう二度と顔も見たくないわ。はあ、ペルビーがここにいてくれればいいのに。あの子ならきっとこの気持ちを理解してくれるわ。ペルビー、またその名前か。なんか変な感じがしないか。オイラたちの会話なんだか噛み合ってない気がするんだ。クリーブは本当にオイラたちと話してるのか、それともオイラたちを他の人だと勘違いしてるのか。だよな。でもまあ、何かオイラたちに打ち明けたいみたいだし、もう少し付き合ってやろうぜ。こんなに小さいのに心の中でいろいろ考えてるみたいだよな。風だわ。そろそろ窓を閉めないと。月が綺麗でしょ。あのね、あなたたちにだけ教えてあげる。スネージナヤの夜のオーロラは今夜の月よりも綺麗なのよ。大人になったら一緒に見に行こうってペルビーと約束したのよ。でも最近ペルビーの姿が見えないの。まさかあの子も。うん、だってあの子は特別だもの。ペルビーはお母様に気に入られてるの。お母様と話さなくちゃ。でも喧嘩したばかりだから会ってくれないと思うし、私もお母様に会う勇気がない。どうすればいいのかな。全然わからないな。オイラたちも帰ろうぜ。明日は早起きしないといけないしな。全員揃ったね。今日も計画通りに動こう。どうしてそんなことを。実は昨日の夜クリーブに会ってさ、あいつが教えてくれたんだ。オイラたち、スメールで博士に会ったことがあるんだ。あいつはすごく危ない奴ってだけじゃなくて、悪いこともめちゃくちゃやってたぞ。お父様と博士に付き合いがないとは保証できないけど、お父様が彼と協力するとは思えないな。僕たちは同じ派閥じゃないし、互いを信用してない。協力するための基盤がないんだ。でもお父様が執行官になったばかりの頃、博士がハウス・オブ・ハースと協力したいと言ってたのは確かだよ。お父様はほとんどの提案を断った。秘密の実験を除いて。秘密の実験？もしかしてクリーブが言ってたのってそれじゃないか？違うと思うよ。秘密の実験が何なのかは知らないけど、それはハウス・オブ・ハースが単独で行っているものだ。博士は研究の方向性を提供しただけだから、協力とは言えない。それに機密とされているのは、実験内容に関することだけで、実験に参加した人のことは全て記録されてるから、クリーブが言ってたのとは全然違う。僕たちを信じてくれ。ハウス・オブ・ハースはファデュイに属してるし、君たちが受け入れられないようなことをすることもある。でも僕たちにだって、それなりのルールやモラルはあるんだ。ふぅ、それなら安心したぜ。正直、もし召使いが本当に博士と手を組んでひどいことをしてたんなら、どう向き合えばいいかわからなかったぞ。でもまさか、クリーブは嘘をついたってことか？そんな風には見えなかったけどな。直接召使いに聞けたらいいんだけど、きっとそう簡単には教えてくれないよな。お父様は昨日帰ってこなかったから、まだ海岸の近くにいるはずだよ。よろしくね、リネット。ついてきて。フレミネも気をつけて。行動開始だ。
また会ったな。疲れているように見えるが、昨晩はよく眠れなかったのか。まあちょっとな。悩み事が減ればぐっすり眠れるかもしれない。この後の予定は、戻って二度寝をするのか、それとも新しい話題を探すために頭を絞るのか、いささか興味があってね。今日は講師もいない。代わりにどんな理由で私をここに引き止めるつもりなのかな。何の話だ。オイラたちはただおしゃべりに来ただけだぞ。ふん、まだこれといった案が浮かばないのなら少し付き合ってくれないか。そう焦る必要はない。裏で動いている者たちとは出くわさない道で行こう。わあ、今日の海風は本当に気持ちいいな。子供たちは大人の目を欺けると思い込みがちだが、小手先の企みなんかは私からすると一目瞭然だ。ま、もう少し時間をくれてやろう。何分私は忍耐強いからな。私は先に行く。もし付き合ってくれるのなら、パレ・メルモニアの入り口まで来てくれ。君たちがお利口でいてくれたら、あの子たちはまだ生き延びられる望みがあるかもしれない。どうしたらいいんだ。さっきのあいつの口ぶりからして、きっとオイラたちのやってることを見透かしてるよな。しかも明らかに脅しをかけてきたぞ。おお、リネが早くサインに気づいてくれるといいけど、やっぱりパレメルモニアには行った方がいいよな。あいつにあそこまで言われていかなかったら、なんかまずい気がするぞ。じゃあ急ごうぜ。あいつが痺れを切らしてリネんとこに行っちゃったら、それこそまずいからな。約束の階段まで少し時間がある。ここで話すとしよう。子供たちと仲良くしてくれて私も嬉しく思うよ。子供の成長には良好な人間関係が必要不可欠だからね。召使い、お前あいつらをどうするつもりだ。リネ、リネット、フレミネ、それにフィリオール、ナントゥイユ、かなりの人数だ。裏切り者に対し私は常に平等な処置を下す。例外は一切ない。もしかしてあいつらを殺すつもりじゃないよな。心情でもするつもりか。残念ながら家のルールは誰にも変えることはできない。家では皆自分の言動に責任を負わねばならないのだ。お前はあいつらに何の感情もないのかよ。お前のことずっとお父様って呼んでて心から尊敬。いかなる組織であっても感情でルールを変えてしまえば急速に瓦解してしまう。ましてやルールに厳しいことで知られるハウス・オブ・ハースだ。言うまでもないだろう。だが客人である君たちは処分対象ではない。これが君たちにかけられる唯一の慰めの言葉だ。リネたちは命拾いぐらいできるだろう。しかしフィリオールとナントゥイユを筆頭とする者たち、それにクリーブも、反逆を企てる者に対しては検討の余地などない。秘密を抱えたまま生きて家から離れることは許されないからな。そんなのあんまりじゃないか。ではこうするのはどうだ。客人の顔に免じてもう少し時間をあげるとしよう。もし与えられた期限内にリネたちがクリーブを消して証拠を隠滅できたら目をつぶってやる。さもなくば悪事を企んだ奴ら全員に厳しい罰を与える。ああ、約束しよう。それからこれは君たちに返そう。もうなくすなよ。マジックバードの訓練にはかなりの時間を要する。息の根を止めるのは
少々忍びなくてね。どこで捕まえたんだ。さて、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。君たちをここに来させたのは、私にファレメルモニアで話し合わなければならない要件があるからだ。君たちとは関係のないことだが、付き合ってもらう。リネたちに状況を知らせようなどとは考えない方がいい。ちょうどいい時間だ。行くとしよう。久しぶりにお目にかかる、ヌヴィレット殿。面会の申請がこんなにも早く承諾されるとは、パレメルモニアの事務の効率には頭が下がるばかりだ。名高い外交官に対し尊重をもって接するのは当然のことだ。客観的要素からすれば、神の心を贈与した時が最後の面会になると思っていたのだが、それに旅人とパイモンも同行しているとは、どういった要件だろうか。私は間もなくフォンテーヌを離れる予定なのだが、その前に少し気がかりなことがあってね。一言二言では説明が難しいゆえ、提案書を用意してきた。お目通しいただけたら幸甚だ。ご要望の詳細は理解した。ただ、無礼を承知で言わせてもらうが、召使い殿がそうする理由がわからない。ヌヴィレット殿は、水を味わう趣味があると聞いた。では、水を例にして説明しよう。家は、巨大な湖にも似た場所だ。無数の川が流れ込み、また無数の川がそこから流れ出ていく。毎日その湖を眺めていると、流れ出ていくすべての川が海へとたどり着くことを願わずにはいられない。だが、それは不可能であると現実に知らしめられてきた。ほとんどの川は途中で乾き、もしくは土に染み込んで跡形もなく消えてしまうのだ。そういう海にたどり着けない水たちに存在の意味を与えたいと私は考えている。例えば両岸の田畑を潤す、もしくは誰かのカップに注がれる甘い泉になるという存在意味をね。何言ってるかわかるか。はっきりさせておかなければならないことがある。たとえどんな美辞麗句でごまかそうと、濁った水を飲みたいと思う者はいない。かつて濁っていた水と言うべきだろう。水に混じった泥をろ過し、本来のきれいな状態に戻しておく。だから、その点はご安心いただきたい。取引ということだが、詳細についてお聞かせいただけるかな。もし、ヌヴィレット殿が提案を受け入れてくださるのであれば、徐々にフォンテーヌから勢力を撤退させる。今後、不可避な場合を除き、フォンテーヌで特殊任務を遂行することはないと約束しよう。ダルドゥフ暗殺事件のようなことは今後起こらないということでいいのだな。寄付金を横領したあの偽善者のことか。彼の死には心から追悼の意を表す。だが現時点でハウス・オブ・ハースが関わっていたという証拠はないはずだ。無論、もしヌヴィレット殿が提案を受け入れてくだされば、今後そういった厄介事が減るよう力を貸すことはできる。一切隙のない物言いだな。いいだろう。その提案を受け入れよう。ご承諾に感謝する、ヌヴィレット殿。では取引成立だ。私たちはそろそろ失礼する。スネージナヤの湧き水を二瓶ここに運ばせた。今度お会いした時、ぜひ感想を聞かせてもらいたい。ああ、また。くれぐれも約束を忘れぬよう。
さあ、旅人、パイモン、行くとしよう。召使い、さっきのヌビレットとの会話、一体何の話をしてたんだよ。湖とか川とか言ってたけど、もしかして水に関連した工事の話か？好奇心をかきたてられたのかな。だが、それよりも大事なことがあるのでは。そうだった。リネの方はどうなったんだろう。何かいい方法を考え中なんだよな。頼んだぞ。大丈夫か？すまない。新聞を売ることで頭がいっぱいで、前を見てなかった。そうだ、お詫びとして、よかったらこの新聞を受け取ってくれ。いやいや、それは悪いぞ。気にしないでくれ。まだたくさんあるし、日にちが変わったらタダであげても誰も欲しがらないからな。まあ、少しでも多く稼ごうと多めに仕入れた自分が悪い。今日に限って新聞を買う人が少なくて、まだ売れ残ってるんだ。どうかしたのか？あ、いや、こちらの方にぶつかってしまって。じゃ、俺はこれで。待て。賠償が必要ならちょっと今は手持ちがなくて。新聞を3部いただこう。代金だ。え？あ、ありがとうございます。神のご加護があらんことを。あなたのような気前のいい人に毎日出会えたらいいのに。ああ、いや、冗談さ。明日は仕入れをほどほどにするよ。もうすぐ結婚するからって焦っちゃいけないな。じゃあ、失礼。用事は済んだ。船でポアソン町に戻るとしよう。これで道中、新聞を読んで暇を潰せる。また、もう少しブラブラしてもいいか？そうだ、おいらお腹が空いてきた。お腹いっぱいにならないと帰れないぞ。まだ淡い幻想を抱いているようだな。もう少し時間を稼げれば状況が好転するのではないかと。私には意味のない悪あがきのようにしか思えないが。だが、もし私の友情権に応じてくれれば、リネたちにもう少し猶予をあげてもいい。それから君たちの疑問にも答えよう。例えばクリーブの正体について。そして私とはどんな関係だったのか。急に気前よく振る舞うなんて、まさかオイラたちに悪いことをさせようって魂胆じゃないだろうな。自身の力を過大評価しているようだな。君たちに悪事をなせるほどの天秤は見受けられなかったよ。おい、じゃあ何が目的だ？交渉で最も重要なのは利益の交換だ。一方的な要求や脅迫では望む結果をもたらすことなどできない。ああ、その条件というのは、必要な時、君たちが最も適切だと思う選択をもって、ハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。あれ、別に変な条件じゃないな。でも、必要な時ってどんな時だ？そこは君たちの判断に任せよう。交渉成立だ。ついてきたまえ。ここは
何の変哲もない廃墟だが、かつては立派な建物だった。今や壊れた壁しか残っていないがね。ここを訪れる人も、ここで何が起きたのか興味を持つ人もいない。だが、これから話す物語は、ここと関係している。私がまだ執行官になる前、そして、リネたちもまだハウス・オブ・ハースにやってくる前のことだ。私はとある理由で、クリーブの息の根を止め、それから彼女の母親を殺した。クリーブを殺したのは、お前だったのか！そう焦らず聞いてくれ。ではクリーブの視点で最初から語るとしよう。クリーブは6歳の時、実母のクルセビナによってハウス・オブ・ハースに連れてこられた。家はまるで童話の世界のように見えた。優しい大人たちと仲のいい子供たちが共に暮らす活気にあふれる場所だ。クルセビナは当時の召使い、つまりハウス・オブ・ハースの責任者であり、クリーブだけでなく、すべての子供たちのお母様だった。クリーブはここで何の憂いもなく生活を送っていたが、この家が童話の世界などではなく、名実ともに煉獄であることに気づくまで、そう時間はかからなかった。煉獄？ああ、ハウス・オブ・ハースは、世界各地の戦争孤児を受け入れていたが、孤児たちをどう育てるかは権力者の思想次第だった。クルセビナはとても斬新なアイデアを提案した。子供たちに戦う術を教えて殺し合いをさせるというものだ。その戦いは最も才に恵まれた王が勝ち残るまで続く。その過程で生じた死傷者の数は計り知れない。そして死者を除き、生き残った負傷者でさえ無駄にされることはなかった。彼らは博士のところに送られて実験材料になるか、捨て駒として危険な任務を割り当てられたんだ。クリーブが言ってた実験ってそういうことだったのか。その後クリーブはどうなったんだ？クリーブはクルセビナの実の娘だってさっき言ってたよな。クリーブが頼めばクルセビナも耳を傾けてくれたんじゃないか？いや、クルセビナは娘のクリーブに対して何の感情も抱いていなかった。ハウス・オブ・ハースに連れてきたのはお母様として皆を平等に扱っていることを見せるためだ。母親を説得できなかったクリーブは表立った抗議を試みた。だがクルセビナが紡いだ甘美な夢に浸っている子供たちは偽りの幸せを抱きしめるばかりだった。だが一人例外がいた。クリーブと同じ年でハウス・オブ・ハースの真相を知った子だ。その子の名はペルヴェール。あ、思い出したぞ。クリーブが言ってた友達のことだよな。友達か。とりあえずそういうことにしておこう。明るく情熱的で自由に憧れ、生まれながらにして反抗精神を持つクリーブとは違って、ペルヴェールはとても冷酷な人間だった。そういう性格だからこそクルセビナの企みを見抜くことができたのだろう。そして冷酷だからこそ彼女は最初お母様に反抗しようなどとは考えなかった。殺し合いで最後まで生き残れる自信があったからな。何はともあれ、冷静さを保っていた二人は、自然と仲を深めていった。クリーブはペルヴェールに、自分の描いている夢の話をたくさん聞かせた。誰も犠牲になることのない、本当の家を作りたいとね。彼女は行動でその決意を証明した。何度も逃げ出し、何度も他人に助けを求め、何度も真相を暴こうとしたんだ。その度、処罰で全身が傷だらけになったが、その決意が揺らぐことはなかった。歯を食いしばって痛みに耐えながらも、彼女はつま先立ちで窓を開け、ペルヴェールと一緒に夜空の月を眺めた。その瞳は自由への憧れで溢れ、燦々と輝いていた。
そしてやがてその輝きは消えていった。嫌な予感がするぞ。その後どうなったんだ。彼女が感じた絶望は具体的な出来事によるものではなく、数えきれないほどの失敗によるものだ。10年が経ち、二人とも大きくなってもなお脱出の目処は立たないままだった。そんな中、ペルヴェーレから一つ提案があった。逃げられないのなら、いっそのこと虚栄で飾られた玉座に座るお母様を暗殺してしまおうとね。クリーブはその提案を断った。一つ目の理由は、名高い執行官としてクルセビナは想像を絶する強さを誇り、暗殺の成功率が非常に低いからだ。もう一つの理由についてクリーブが口にすることはなかった。だがペルヴェーレは気づいていた。クリーブはクルセビナのことをまだ母親だと思っており、その血筋を断ち切れずにいるのだと。逃げることも抗うこともできないのなら、残る道は一つだけ。ああ、君の推測通り、彼女が解放される唯一の方法は死だった。決闘場に立った彼女の相手は、ずっと共に歩んできたペルヴェーレ。過酷な戦いを経て、クリーブは自らペルヴェーレの手によって命を絶つことを選択した。劣化で焼き尽くされた地に大雨が降り注ぎ、全てが洗い流された。無数の死骸を踏み潰して一人勝ち残ったペルヴェーレは、唯一お母様に認められた王となった。振り返れば、10年前から自分が生き残るこの日を予測していた。ただ王座に着くことができた時、彼女の胸に満ちていたのは喜びではなく、名乗しがたい苛立ちだった。さて、ここで一つ問おう。苛立ちを鎮めるためにペルヴェーレが取った行動は何だったと思う？クルセビナを殺すことか。でも。正解だ。ペルヴェーレは親友を殺してから1年後、同じ場所で二人にとってのお母様を激しい戦いの末に殺した。手にかけたその瞬間、彼女の頭の中に善悪の判断など一切なかった。ただ生き残った者だけがルールを書き換える資格があるという家の決まりだけが脳裏に焼き付いていた。ペルヴェーレは勝った。新しい執行官となった彼女に、女皇陛下から新しい名が授けられた。アルレッキーノ。え？お前がクリーブの言ってたペルビー？いや、ペルヴェーレだったのか？アルレッキーノって後から付けた名前だったんだな。もう長いこと使っていない名前だ。久しぶりに口にすると、どうにも懐かしい気分になるな。その後、私はクルセビナが使っていたお母様という肩書きを廃止し、自分の本名を捨て、お父様アルレッキーノとしてハウス・オブ・ハースの再建に取り掛かった。物語はここで終わりだ。聞きたいことはあるか？さっきのお前の話からすると、クリーブが死んだ時はもう子供じゃなかったんだろ？あの幽霊、あ、いや、亡霊って言った方がいいかもな。あれは一体何なんだよ。あれは炎の中から生まれた巨像、あるいは余人と言うべきか。私の血筋には呪いに近い力があってね。私の炎に飲まれたものはこの世にある種の残影を残す。とはいえ、クリーブのように独立した意識を持つ個体が形成されるのはごく稀なことだ。クリーブが死んだのは16歳の頃だったが、その余人は6、7歳の姿をしている。他の部分の姿や記憶はほとんど焼き尽くされてしまったからね。人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまう。10年間の記憶を全て失えば、まだ子供だった頃の過去に戻る。
道理でクリーブと話してた時なんだか変な感じがしたわけだ。こう言った方がわかりやすいだろう。彼女は時間に閉じ込められている。私たちがいる今ではなく、彼女だけの過去を生きているのだ。じゃあクリーブがハウスオブハースに隠れてたのお前はとっくに気づいてたのか。ああ、彼女の存在は不安定だが、子供たちを見守ってくれているようだった。何人か危機を救ってくれたことさえある。同時に私を避けながら、彼女自身の視点から見た真相を会った人たちに伝えているようだがね。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブを太陽の下に連れて行こうとして失敗しただろう。理由は簡単だ。彼女にとって家は逃げることができなかった場所。その認識を覆すことはできないからさ。だが心配は無用だ。直に私が再び彼女を殺し、余人を消すからな。待てよ。あいつを消したい理由は分かったけど、本当にそうするしかないのか。今のあいつは六七歳の姿で止まってるけど、お前の友達だったんだろ。せめて面と向かってあいつと話した方がいいんじゃないか。もう遅い。ルールを破った以上罰を与えられるべきだ。クリーブだけではない。彼女の影響を受けたフィリオールやナントゥイユも。私とクルセビナの違いは異なるルールを作った点であって、ルールを守ることにおいては何ら変わりない。それこそが家を形作る土台だと理解してほしい。本当にそれでいいの？何がだ？クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？暗殺者として、そしてお父様として、タブーな感情が二つある。憤怒、そして干渉だよ。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。さて、そろそろだろう。ここに来る前、夕方になったら悪い子をここまで連れてくるようにと、いい子たちに言いつけてある。約束通り、猶予をかなりやった。さあ、結末を楽しみに待とうではないか。お父様、みんなを連れてきました。これから処刑するのかな。処刑を見るのは初めてだ。リネ！ごめん、話は聞いたよ。たくさん時間を稼いでくれてありがとう。だけど結局クリーブの願いを叶える方法は見つけられなかった。あ、もしかしてペルビー？ああ、久しぶりクリーブ。ペルビー！し、そこから動くな。昔話をする前に君たちの罪を清算しよう。お父様、今回のことは。下がっていろ。お父様。君たちは家にとって脅威となる人物をかくまった。処罰を受けて当然だ。だが全体的に見れば、君たちの罪は一番重いものではない。故に少々多めに見てやってもいいだろう。しかしその前に、家を裏切った者は全員処分しなければならない。家を裏切ったって、私たちのことですか？お父様、説明させてください。俺たちは。フォルツ、集めた情報を報告したまえ。はい。3回目の夜の会合、参加者、フィリオール、ナントゥイユ、ソット、タディエ、ナントゥイユ。当時俺たちを受け入れたのがお父様じゃなかったらよかったのに、とはっきり言っていました。ソット、誰だって普通に生きたいって思うよ。今の生活にはうんざりだ、と相槌を打っていました。フィリオールはもっとひどいことを口にしていました。
家の他のメンバーのことをイカれた奴らと言った上に、言葉の端々からお父様への不敬が見えました。そんなこと言ってない。違う、フォルツ、デタラメを言わないで。聞いたのは俺だけじゃない。その後、タリエを含むたくさんの人がクリーブから聞いた数々の話について議論し始め、お父様を問い詰めるための材料を集めていました。今のままじゃカゴに閉じ込められた鳥と変わらない。カゴを破るしか方法はないわって言ってただろ。あんた、私に消えてほしくて仕方がないんでしょ。何か恨みでもあるの。それにシャプロ、あんたが倒れた時誰が看病したかもう忘れたの。なのにどうしてこんなこと。フィリオール姉ちゃん、誤解しないで。シャプロ兄ちゃんも俺も家族が死んでほしいなんて思ってない。嘘つき。ならどうしてこんなことをするの。どうして私たちを死地に追い込むわけ。俺たちはみんなハウスオブハースの一員だからだよ。普段それぞれ任されてる仕事についてはフィリオール姉ちゃんも知ってるだろ。家を裏切るってことは十数人、いや何十人もの犠牲を出すことにつながる。前にもこんなことがあった。俺よく覚えてるもん。だからハウスオブハースではどんな形の裏切りも許されない。ポア村長に来てから姉ちゃんたちは7回も密談をしてるし、明らかに一線を越えたような話もたくさんあった。半月前から私たちを監視してたの。待って、もしかしてポア村長に引っ越したのも私たちが裏で連絡を取りやすくするため。そう、とっくに罠を仕掛けてたのね。すまない、フィリオール、ナントゥイユ、クリーブ。それに君たちは俺の命の恩人だ。もし以前中毒を起こした時に君たちが助けてくれていなかったら、俺は今日まで生きていられなかった。他のことなら命を懸けてでも恩を返そう。でもルールはルールだ。俺にはどうしようもない。どうして、どうして。諦めよう、フィリオール。過ちを犯したのならその席を追うべきだ。俺たちの行為がルールに反したものであったことを否定するつもりはない。シャプロ、フォルツ、ごめん。お父様、申し訳ありません。さあ、処刑を。シャプロ、ハウスオブハースのルールにのっとり裏切り者をどう処分すべきだろうか。すべての裏切り者は代価として命を差し出さなければなりません。なら、その通り執行しろ。待ってください、お父様。何か言いたいことでも、リネ。お父様、どうか考え直していただけませんか。フィリオールたちの行為は果たして本当に裏切りと見るべきでしょうか。僕たちは皆どうしようもない家庭からやってきました。そしてハウスオブハースの一員になったその日から、ここを真の家にしたいと誰もが願ってきています。しかし真の家とはどういうものなのか、僕たちは誰も分かっていません。もちろん僕自身もその答えを知らない。でもこのままフィリオールたちを処刑してしまえば、ルールを守ることはできても真の家からどんどんかけ離れてしまうのではないでしょうか。どうかもう一度お考えください、お父様。私もお兄ちゃんと同じ考えです。お父様、どうか。リネ、みんな。俺もリネに賛成です。お父様は命令を撤回しない。だがもし君たちが心を決めたのなら、武器を取って前に出たまえ。武器を取って。お父様、決闘のことでしょうか。その通りだ。
家のルールが変わることはない。故に裏切り者は必ず罰せられる。しかし決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば私を説得し譲歩させることができる。お父様に勝てたら。無理だよ。たとえリネ兄ちゃんでもお父様との差はでかすぎる。旅人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。どうすればいいんだ。リネたちに賞賛はあるのか？もし負けたらあいつら処刑されちゃうぞ。って何考え込んでんだよ。クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。召使いがわざと負けてくれたらいいけど、あの表情からして手加減するつもりはさらさらないみたいだぞ。普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。必要なとき君たちが最も適切だと思う選択をもってハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。旅人？お前もリネたちと一緒に召使いに挑むのか？許可しよう。ちょうどここを決闘場にすればよさそうだ。君たちに望むのはただ一点。武器をしっかりと握り、全力で戦うことだ。油断すれば、命を落とすことになるぞ。一箇所に固まらない方がいい。知っています。頼んだ。ごめんなさい、お父様。己の力のなさを謝るのか？
け出したのか。予想よりも少し強いような。だが、私にはまだ勝てない。ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん、大丈夫？リネ？約束通り、決闘の勝者である私の言うことを聞いてもらう。さあ、処刑を続けよう。お願い！こんな形でお別れすることになるなんて。ただ、リネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアール、預けていた兵中の炎はまだ持っているか？はい。何に使われるかわかりませんが、ずっと大切に保管していました。一本もなくしていません。後ほど彼らに飲ませろ。飲ませたらしっかり見ておいてくれ。兵中の炎？ああ、ある極秘実験の産物で、特殊な条件下で私の体から剥ぎ取って保存した炎だ。飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後、君たちの体はそのままに記憶だけが焼き尽くされる。その激痛に耐えられれば、再び目覚めた時、君たちはハウス・オブ・ハースに関する全ての記憶をなくしているだろう。そして、家から追放されることになる。言い換えれば、私はハウス・オブ・ハースで育った君たちを殺し、新しい身分を与えるというわけだ。人の記憶は、実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって、自己認識も変わってしまうのだから。お父様、私たちを許してくださるのでしょうか？誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。今私の目の前にいるフィリオールは、劣化に焼かれ、秘密を抱えたまま死ぬ。そして、生き残るのは赤の他人だ。それでも、もう怯えながら生きるのは嫌です。期待を裏切ってしまい、申し訳ありません、お父様。でも私、もうこれ以上。もう泣くな、フィリオール。まだ家にいる限り、家のルールは守ってもらう。憤怒は衝動を引き起こし、感傷はためらいを生む。感情に心を左右されるな。はい、覚えておきます。涙を拭いて、君たちが望む人生を追いかけるといい。はいはいはい。シャプロー、フォルツ、アイロワル、彼らをポアソン町まで連れて行ってくれ。リネたちもな。兵中の炎は三つ余分に用意した。あとは君たちの選択次第だ。皆、達者で。次に会った時、私はもう君たちのお父様ではなくなる。これまで家のために貢献してくれたこと、感謝する。君たちに明るい未来が待っていることを、
祈っているよ。お父様。みんな行こう。リネ兄ちゃん、俺の肩に捕まって。ありがとう。クリーブ、どちらでもない。クリーブ、君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。クリーブがショックで固まってるぞ。あ、そういうことだったのね。すんなり受け入れたな。うん、ペルビーが言ったんだもの。ペルビーは嘘をつかないから。それに、なんで私が今の姿になったかより未来がどうなるかの方が気になるの。ペルビーが執行官になったってことは、お母様はもうこの世にいないってことだよね。教えてくれる？ペルビー、お母様と私はどうなったか結末を知りたいの。君は運命と向き合い、抗うことを諦めなかった。最初は誰も君の話を信じなかったよ。だから君は月に悩みを打ち明けた。そしてある日の夜、二人で一緒にスネージナヤのオーロラを見に行こうと私と約束を交わした。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。お母様が君を生かしておいたのは優しさゆえではなく、ゆっくりと君を苦しめ、他の人に裏切った結果を知らしめるためだった。だがそれでも君は諦めなかった。そしてお母様は殺し合いを重ねることによって子供たちの中から最も優秀な王を選ぼうと考えていた。それに対し君は皆で団結して引き分けにすることで犠牲を減らそうと呼びかけたんだ。結果から見れば少し時間を稼いだだけだったが、君は皆に希望を与えてくれた。君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが、君の剣がクルセビナ、あるいは私に向けられることはなかったよ。ある重々しい暗い日に、君は私にこう言った。16年間、私はずっと自由を追い求めてきた。でも今になって気づいたの。私に与えられた唯一の自由は、自由に死を選ぶ権利だったってことにね。そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと私たちの中で最後まで生き残れるのは一人だけ。であればその一人はあなたであってほしい。もう一度選べるとしても私は同じ選択をする。初めてあなたに会った時から思ってたの。あなたならきっと私に叶えられなかったことをやり遂げられるってね。そうか。君が追い求める自由とは何だったのか、今もなお私には理解できていないのだが、ハウス・オブ・ハースのお父様として子供たちには最低限の自由を与えているつもりだ。自らの運命を選ぶ自由をな。フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付けてきた。家を離れることを望む者は秘密を忘れ、静かにこの国で暮らすことができる。彼らの過去が追及されることはない。無論、彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。自らの意志を私に証明し、
その手で勝ち取る必要がある。そうやって手に入れた自由にこそ価値があるからな。それで十分。私が追い求め続けてきたのはまさにそれだもの。私から見たペルビーは優秀な王でいいお父様だよ。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて本当によかった。まあ心残りがないって言えば嘘になるけどね。私まだ外の世界を見たことがないから。ならちょうどよかった。こちらの二人の客人は様々な国を訪れ、数多くの場所を旅してきたそうだ。外の世界の話を聞かせてくれるだろう。本当？もちろん。オイラたちいろんなとこを旅してきたんだぜ。語るとなると三日三晩あっても足りないぐらいだ。実は私、吟遊詩人になりたいって思ったことがあるんだ。ダイヤを弾きながら自由の風と共に歌うの。たとえ聴いてくれる人がいなくても、いつまでも歌い続けていたい。なるほど、モラはそうやって生まれたんだね。初めて知ったよ。もしモラがあったら新しいスカートを3枚買いたいな。ペルビーと私、それからお母様の3人で1着ずつね。でもペルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も多分もらってくれないかも。なら私が日替わりで着てもいいよね。あなたが言った妖怪ってどんな姿をしてるの？絵本で怖い顔をしてて頭に角を生やしてるのは見たことあるけど、現実の世界にもそんな妖怪がいるの？それって鬼だろ？もちろんオイラたちは見たことあるけど、お前が言うほど怖くはないぜ。お母様に戦い方を教わってた時はいつもおどおどしてて、一瞬でも気を緩めることは許されなかった。教練院で授業を受ける時はこっそり勉強以外のことをしてもいいのかな？冗談だよ。命の危険もなく好きなことを勉強できるってきっと幸せなことでしょうね。まさに危機一髪。リネたちは容疑者として法廷に立たされて裁かれる寸前だった。え、そんな、それでどうなったの？その時名探偵パイモンが登場して一気に形勢を逆転したんだ。一体どうやって？早く知りたい。かはん、よーく聞けよ。マジックが失敗した後、オイラたちはすぐ現場に駆けつけて。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブ、影の下でハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官、召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？あ、忘れてた。もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベーレ。元気でね。じゃあまた。
来世で会おう。クリーブ、こんなに早くお別れしなきゃいけないなんて、オイラまだ話せてない物語があるのに。実は私も彼女に伝えられなかったことがある。例えばスネージナヤで見たオーロラは絵本に描かれたのと同じように美しかったこととかな。日が昇れば新しい一日が始まり、残影の記憶もリセットされる。これ以上先延ばしにすれば別れを告げる時間すらなくなってしまう。悔いは昨日に留めておこう。お父様。あ、リネだ。おーい、リネ。なんで戻ってきたんだろう。早く行ってみようぜ。お父様、あの炎を飲んだフィリオールたちは目が覚めた後家から出て行きました。君たちはどうする？選択肢を与えてくださったこと感謝します。でもここを離れようと考えたことは一度もありません。僕たちにとってここが唯一の家ですから。リネットとフレミネも同じ考えです。二人は先にブーフドエテの館に戻って休んでいるので、僕が代わりにお伝えします。私がリネに何を期待しているのか君も分かっているはずだ。君に次の王を託したいと。君自身はなりたくないようだがね。だからこの木に出ていくだろうと思っていた。それも悪い選択ではない。王座に無理やりつかせられてもずっとその座にとどまることはできないだろう。穏やかに暮らした方がよほどいい選択かもしれない。どうして僕が次の王にふさわしいとお父様が思われたのか正直よくわかりません。君は勇気と才能を持ち合わせている。そして最も大事なことは家族を大事にしている点だ。家族を守るためなら君は死ぬことも厭わない。今回お父様に寛大な処置をしていただけたのはリネが身を挺して戦ってくれたからだ。リネ兄ちゃんは英雄だよ。英雄、本当の英雄はお父様なのに。もしあの時お父様が全力を出していたら、僕たちはひとたまりもなく死んでいたはず。決闘を持ちかけた時すでにお父様は決めていたんだろう。覚悟の面でも武力の面でも僕は王の条件には全く達していません。それは違う。王になるためには二つの資質が問われると私は思っている。信念、そして信念を貫くために必要な力だ。家について君は私とは違う視点と考えを持っている。足りないのは力の方だが、リネの天秤からすれば力がついてくるのも時間の問題だろう。だがその力がまだ身についていないにもかかわらず、君は逆境の中で信念を貫き私に抗った。それこそが私がリネを評価する点だ。お父様、この先何が起きるかは誰にもわからない。晴れ渡る日もあれば荒れ狂う日もあるだろう。ハウス・オブ・ハースの責任者に必要なのは慎重さではなく揺るぎない決意だ。もし何らかの基準を満たさないと行動できないというなら、私は先代召使いを
暗殺によって殺せなかった。当時、私と彼女の間には歴然とした力の差があったからな。力は確かに勝敗を決める。しかし、力が足りないからと後ずさりし、信念さえ曲げてしまう者に王となる資格が与えられることはない。おっしゃる意味はわかりました。ありがとうございます。子が大人になり先人を超える、家が枝葉を伸ばし続けるためにはそうでなければならない。だが決して楽な道ではないぞ。最後にもう一度聞こう。本当に残ることを決めたのか。お父様からの恩は必ず返します。それに厳冬計画がもうすぐ始まります。家に様々な危険が迫っている時期に決して逃げたりはしません。これが僕の信念です。わかった。厳冬計画についてはあまり心配する必要はない。富豪や政治要員たちがこちらの命を狙っているようだが、しっかり灸を据えてやろう。光に憧れる子供たちは全員追放された。これが我々の最後の弱点だったが、今では影に隠れる雲のようにハウス・オブ・ハースという巣に獲物がかかるのを待っていればいい。奴らの企みを逆手にとって、極寒の吹雪の中で赤い月が昇るのを見届けようではないか。忠誠は必ず報われ、全ての犠牲が価値を持つことになる。次に二人に会うとき、敵になるか、はたまた味方になるかはわからないが、今日君たちと結んだ遊戯を覚えておこう。険しい旅になるだろうが、皆が望む終点にたどり着けることを願っている。うん、だいぶ良くなってきた。ふぅ、なら良かったぜ。旅人は大丈夫？さすがだね。僕たちは2日間も寝たきりで、寝返りを打つことすら大変だったのに。その、クリーブはもう出て行った。リネはみんなをフォア村長からハウス・オブ・ハースに連れて帰ったけど、もう亡霊が家の中に現れることはなくなったって言ってた。そう、よかった。おととい、お父様がお見舞いに来てくれて、クリーブとクルセビナのことを話してくれた。僕、前院長のクルセビナを知ってるんだ。知ってるのか？クリーブが死んでから1年後にクルセビナが死んだんだけど、僕はその間にハウス・オブ・ハースに送られてきたんだ。当時クルセビナの残酷で過激な管理下にあった家の空気は息が詰まるほど苦しかった。彼女が最も重要視していた実験はすでに終わっていて、そのために利用された人たちは死んだり怪我したりで、もう家にいなかった。クルセビナは決して新入りの子供たちに過去の出来事を話すことはなかったよ。そして数ヶ月後、お父様が彼女を殺し、全ての資料を焼き払った。クリーブ、そして実験に利用された人たちの名前も苦痛の記憶と共に燃やされた。さらにその数ヶ月後に、お兄ちゃんと私がお父様に引き取られたけど、クルセビナとクリーブについて聞かされたことはなかった。そうだったのか。あいつは最初から秘密を胸の内に隠すって決めてたっぽいな。なんでそうしたのか。あいつがお見舞いに来た時に何か言ってたか？お父様は過去の暗闇が私たちに影響を与えることは避けたいっておっしゃってた。そしてその歴史を知ったことで、不必要に感謝の気持ちを抱かれたくないって。それから家族の関係は単純な方がいい、
かつてここで何が起きたとしても、今の我々とはもう関係のないことだ。とも、最後におっしゃってた。それでも、僕はお父様に感謝を伝えたよ。クルセビナにとって、僕たちの命なんて、使い捨ての道具ほどの価値もなかっただろうから。もし、お父様がハウス・オブ・ハースを引き継いでいなかったら、おそらく僕は。お父様は私たちを助けたことについてほとんど口にしない。家族というのは、恩義によって結ばれているものじゃないというのが、お父様の考え方だから。でも恩義の有無に関係なく、私たちはここに残る。ここは、私たちのお家だもの。喧嘩したり、傷つけられたり、家を出て行ったりする人もいるけど、お父様がいる限り、家は変わらない。日の光が差し込む時も、闇に覆われる時も、僕たちはずっとお父様のそばにいる。だから、二人にはお礼を言わせてほしい。あなたたちのおかげで、今回の一件は最小限の代償で済んだ。大したことはしてないぞ。もちろん、いつでも歓迎するよ。フィリオールたちは元気にしてるかな。今朝出かけた時、カフェで見かけた。私のことはもう覚えてなかったみたい。コーヒーを飲みながら上映中の歌劇について話してた。みんな幸せそうだった。多分、あれが彼らの望んだ暮らしなんだと思う。